皆さんこんにちは。衆議院議員の大串博です。秋の臨時国会、先週から本格的な国会審議が始まっています。先週は所信表明に対する代表質問、そして今週は衆参の予算委員会質疑です。菅総理がどういう社会を目指してリードしていこうとしているのか、私たちはそのことを問いたかった。しかし菅総理から個別の携帯電話料金の値下げや、あるいはデジタル庁、こういった個別の話は出るけども、全体としてどういう国を作ろうか、こういう答えはなかなか聞きませんでした。私たち新しくなった立憲民主党は、競争競争、これまで小泉内閣、そして安倍内閣がやってきたようなこと、そしておそらく菅内閣もそうであろうと思われる競争一辺倒、強いものがどんどん強くなればいい、そのような政治のあり方、行き過ぎた官から民へ、これを規制緩和という言葉の中で進めていく、大都市がどんどん強くなり地方が遅れていく、そんな政治ではなく、地方が、そしてみんなが支え合い、それによって安心した社会の基盤を作って経済も伸びていく、そういう共生社会、支え合いの社会を作っていこうということを提案しました。このような大きな支え合いの共生の社会、これを菅内閣にぶつけていき、私たちの地方を、そして地方で働く私たちの暮らしを支えていきたいと思います。ぜひ今後の国会審議にご注目ください。ありがとうございます。